listening to Shibuya Cross FM. 純喫茶ソワールへようこそ。この喫茶店は毎月第4日曜日夕方5時から開店する不思議な喫茶店でございます。皆様本日も当喫茶店で優雅な時間をお楽しみください。ボンソワー、ラジオ純喫茶ソワールへようこそ。大正ロマンが香る純喫茶ソワールは毎月第4日曜日の夕方に開店するレトロなお店。誰でも気軽に立ち寄れる純喫茶をコンセプトにしたラジオ番組です。ソワールで働く従業員とオーナーが訪れるお客様へ優雅で豊かな時間をお届けします。はい、それでは従業員の紹介をさせていただきます。私はオーナーのアキラでございます。よろしくお願いいたします。はい、私は店長の椿です。今日もお腹いっぱい元気いっぱいです。はい、会計&防役のあずさです。よろしくお願いします。はい、お給仕係のミコアル、よろしくね。はい、もう8月も終わりますね。月1日ですからね、だいたいね、第4週目ということで、まあ、ちょっと少しは涼しくなったっていう感じはする、いや全然じわじわとじわじわと ね、でもなんかセミの鳴き声がねちょっと変わってきたりしたなと思ってて。気づきました。うん、どんな風に変わってます？多分種類が変わってきたよね。なんか日暮らしとか鳴くようになってきたかなと思ったり。確かに夕方になるとね、この時間ですよね、日暮らしがね。本当だ。ちなみにみんなはあのセミさんはあの暑さに強いかどうかってわかります？ん、暑いかどうかってことですか？暑いのが得意かどうか分かります？セミがですか？セミが夏の生き物だから強いんでは、なんか今年熱中症になってるセミが多いって聞いて。え、セミが？うん、なんかその何度以上だと熱中症になると思う？40度？いや、なんか聞いた話だよ。私は博士でも何でもないから違う情報だったら申し訳ないんだけど、なんか35度以上だと命の危険を感じてそんな泣かなくなるらしいの。あ、確かに暑い日泣いてない気がする。確かに。だからそういうことか。セミが泣かなくなったなと思ったらみんな熱中症対策していこうっていうお知らせでした、はい、びっくり。ね、そんなね、ためになるお話を聞いたところで、はい、今回のね、ソワールどんな感じで進めるのか、オーナーの方からお知らせしたいと思います。この後17時4分からは PR 純喫茶ソワールにて PR をしてくださる方を順にご紹介いたします。 C&C デザイン株式会社、株式会社ユープロ、 KK デュオ、本日のお客様の斉藤孝彦さんの PR をご紹介いたします。そして17時11分ごろ、レトロ談話室ソワールへようこそでは斉藤孝彦様がお客様として登場してくださいます。そして17時20分ごろ、お客様と一緒にラジオドラマ純喫茶ソワールをお届けいたします。そして17時40分ごろ、ソワール常連喫茶室ではお客様のお便りなどをご紹介いたします。はい、変わりまして私からなんですけれども、番組への感想は純喫茶ソワールの掲示板をご利用ください。まあ、X ですよね、まあ、旧ツイッターでラジオ純喫茶ソワールと検索していただくと固定にあるソワール掲示板がございます。本日の感想をリプライで書き込んでいただきますと、後日ソワール休憩室というスペース配信で感想をいくつかご紹介する予定です。お客様同士で感想交流や仲良し意見交換場所にもご活用ください。仲良く使ってね。はい、それではですね、早速続いてのコーナーに行ってみましょう。耳寄りな情報をお届けする純喫茶ソワール、コマーシャルのコーナーです。私どうしてでっかいドローンに追いかけられてるのよ。いやー、こっち来ないで。椿、危ない、よけろ。キャー、やっと捕まえた。もうどうして
してミイコさんは店を壊すような商品ばっかり通販で買っちゃうんですか。今回のは私がポチったわけじゃないね。ドローンのお試しキャンペーンってやつで勝手にチャイナタウン通販が送ってよこしたね。ああ、壁も窓も割れて壊れてお店の中ぐちゃぐちゃよ。うわー、もうすぐ開店時間なのに、なんでいつもこうなるのよ。でも私たちには強い味方がいるわ。いつもこのお店を新品以上に綺麗に直してくれるヒーローが。 C&C デザイン株式会社は千葉県市川市の施工修繕会社です。リノベーション、リフォーム、工事などプロの技術でお客様の様々なニーズにお応えします。平成26年の創業以来、お客様の笑顔は私たちの笑顔をモットーに内装工事を営んでおり、技術とキャリアを持つベテランとスピードと勢いを持つ若手が協力し、これまで以上にお客様へ喜ばれる質の高いサービスを提供しています。気になる方は C&C デザイン株式会社で検索。お気軽にお問い合わせください。毎回本当に助かってるよね。はあ、走り回ったら喉渇いちゃった。飲み物でも持ってこようかな。店長、大変だ、ビッグニュースだ。うわぁ、どうしたんですか。オーナー、珍しくそんなに慌てて。チミ君とうちのタマが芸能界デビューするんだって、プロダクションを探し始めたんだよ。そういえばあの二人、本格的にラジオ MC とかファッションモデルやりたいってこの間話してたよ。ついに芸能の道に進む決心したのか。我々も応援しないといけないね。常連さんたちにも夢ができたんだね。それじゃあ私のおすすめのプロダクションさんをご紹介しちゃおうかな。株式会社ユープロ。俳優、声優、ナレーター、アーティストが所属する総合芸能プロダクションです。歌唱力や演技力のほか、タレントとしてのあり方を一人一人に寄り添いながらしっかりと伸ばしていくためのレッスンに力を入れています。講師や鈴木代表自らが丁寧にタレントを育て、着実に表現の現場へと送り出してくれます。現場に出てからのサポートもしっかりいたします。株式会社ユープロでは経験を問わず本気で表現の世界を目指しているあなた、表現を心から楽しめる方をオーディションにて募集しています。ぜひユープロオーディションで検索してください。とっても素敵なプロダクションさんですね。タマさん、こちらのオーディションを受けませんか。いいわね、早速応募しましょう。そうと決まれば即行動よ。せーの、バビューン。タマちゃんとチミーくん、いつの間にお店の中にってすごい勢いで走っていっちゃった。おい、店長、うちの店、なんでこんなに荒れてるんだ。これ一体、何がどうしてこんなことに。うわあ、違うんです、これはもうすぐにあっという間に治っちゃうから、何も問題はないんです。ちゃんと営業だってできるから。だから忘れて。店長、オーナーはこっちで何とかするから、早くこのコーナーの説明と CM のご案内をするよろしい。わかったわ。花本、純喫茶ソワールでは皆様の PR 活動を応援しています。全国全世界へ声と映像で配信されるコマーシャルを出しませんか。ラジオを通してより多くの方に知ってもらうことができるので、商品を宣伝したい、お店を知ってほしい、ライブや公演の告知がしたいという方におすすめです。ラジオ純喫茶ソワールの X 各旧 Twitter の DM へお気軽にお問い合わせください。以上、ラジオ純喫茶ソワールコマーシャルのコーナーでした。
レトロ談話室ソワールへようこそ。純喫茶ソワールに訪れたお客様と談笑を楽しむコーナーです。本日のお客様をご紹介します。斉藤孝彦様です。よろしくお願いします。脚本家でカフェアメ玉プロジェクト主催の斉藤孝彦ことピコと申します。ピコと呼んでください。よろしくお願いします。お願いします。ピコさんって可愛いですね。こんなに褒められると思ってなかったからありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いですね。なんか今日のお洋服とっても素敵で、なんかみーこちゃんとの友人感が出てます。確かに、うん、ちょっとねちょっと他人な気がしないね。色がね、ありがとうね。髪のねおしゃれな感じね、逆な感じね。みんなもよろしくね。あれピコさん急になんかキャラクターが失礼しました。はい、じゃあ早速なんですが、はい、まあここ純喫茶ソワールなので、うん、お客様になんか喫茶店のエピソードとか思い出を伺ってるんですが、なるほど、ピコさんは何かありますか？純喫茶の喫茶店の思い出なんですけど、コーヒーが今すごい好きなんですけど、実は昔飲めなかったんですよ。で、飲めるようになったお話が、うん、きっかけがあって、うん、一人のお芝居、役者をやってた時に一人芝居で出てた会場が、コーヒーを一杯小道具として買って飲まなきゃいけなかったんですよ。でしかもブラックで飲まなきゃいけなかったんですね。でも私お金もないしコーヒーも飲めないしどうしようって思った時に、あのそこの人が詩人さんで、もうないお店なんですけど、じゃあ詩を書いて渡してくれたらその代わりコーヒー出してあげるよって言ってくださって、で詩を書いて読んでもらって、あこれだったら一杯出せるよとか、あこれだと半額かなとか、そういう風に出してくれたコーヒーがすごく美味しくて、でハンドドリップって入れ方でコーヒーって味変わるじゃないですか。そのハンドドリップのコーヒーが柔らかくて甘くて美味しかったので、うん、あこういう風にいろんな人にコーヒーが出せたりとか、初めての好きっていうのを気づいてもらえるようなことしたいなって思ったのが始まりで、今カフェアメ玉プロジェクトっていう表現とカフェを足したイベントだったりとかをやらせてもらってます。すごい、そう、綺麗な始まりですね。しかもえ本当ですか、ね、あ嬉しい。なんか物語が始まったみたいな。始めていきましょう。また物語が始まるんですね。そうそう、今から始まります。ここから始まります、はい、ちょっとこのカフェアメ玉プロジェクトとか、なんかどういうことやってるのか詳しく教えてもらっていいですか？いいんですか？語っちゃいますよ。語ってください、はい、カフェアメ玉プロジェクトっていうのが2015年ぐらいから活動してるんですけれども、怖いね時の流れって。いつしか私演劇の企画を昔やってたんですけど、みんなやりたいことって違うじゃないですか。でも私好きな人たちがいろんなランクの人たちだったりとか、いろんなことをしてる人たちだったので、その人たちと一緒に何かをやるためには場所が必要だなって思ったんですよ。でその場所を作るっていう意味でも、人間の共通項って衣食住だと思ったんですね。で食だったら演劇だったり表現に興味がない人でも一緒にそのサロン的な場所を共有できるんじゃないかっていうのがカフェアメ玉プロジェクトの理念で、まあ、場所を作るだけじゃなくてイベントとしてやったりとかしてやってます。で今は月1回、赤羽の月夜のけだものさんというところで、あのゲストを招いてカフェアメ玉パーティーというイベントをやったり、お祭りだったりイベントにあのコーヒー屋さんとして行ってコーヒーをその場で入れて出したりとか、グッズを販売したりとかしています。コーヒー屋さんになられたんですね。カフェアメ玉です。コーヒーやってましたもんね。あの最初はコーヒーから始まり、今コーヒーを自分で、あそうなんです、入れるようになって、昔は入れられなかったんですよ。人を雇ってやってたんですけど、もうそれだったら自分でやれるようにならないとと思って、自分で飲めなかったのに今入れるまでなっちゃったんですよ。すごいですね、素敵ですね。でずっと通ってるコーヒー豆屋さんが三軒茶屋のレッドクローバーさんってところなんですけど、そこのコーヒーもすごく美味しくて、この間お出ししたお客様が偶然知ってらっしゃって、あのオーナーさんから電話かかってきて、私なんかやっちゃったかなと思ったら、お客さんが飲んであってピコカフェアメ玉って言ってたよって連絡してくださって、そういう嬉しい感動っていうのがいっぱいあって、嬉しいなって思ってやってます。人と人をつなげるっていうので、そうですそうです、ね、人と人がつながるサロンカフェイベント、そこでもつなげちゃったっていうことですね。ありがたいですわ。そう、好き勝手喋ってるけど、みんなが回してくるからすごい助かる。でもなんか、はいはいはい、カフェアメ玉がきっかけで今脚本家になられたとも聞いたんですけど、そうですね、カフェアメ玉の活動やその前の役者の活動とかがつながっていって、
脚本のお仕事をさせていただくようになったんですけど、ご紹介いただいた出版社さんから、漫画の脚本だったりとか、例えばね、アキラさんとかと共演してた役者さんとかからもなんか書いてよとか言っていただいたりとか、あとは 2.5 次元系の舞台の脚本をやらせていただいたりとかも、いろんなことをさせていただきながら、いろいろ活動させていただいております。もともとね、役者さん、表現者さんもやられてたということで、うちの劇団でもね、あやかしという劇団でも大変お世話になってるんですけど、なりました。毎回ね、可愛い妖艶な役をね、やってくれるんですよ。何回、何回発狂したか役場で、劇団で発狂したわけじゃなくて、役柄的に発狂したわけ。本当優しいんですよ、アキラさん。ご存知でしょ、ご存知。すごい頷いてらっしゃいますよ、皆さん。ごめんなさいね、巻き込んで。劇団で発狂したら多分今ここにいないはずなんですけど、そうですね。本当にね、いろんな役をね、演じられるんですよ。それでいて、もう魅力が深くて広いんです。褒められてる、嬉しい。でもやっぱりその役者とかそういうことをやったからこそ、はい、脚本が書けるっていうか。そうですね、その経験が脚本で。私実は本をそんなに読むタイプでもなかったんですね、もともと。そうなんですか。で、書く方が多いんですよ。読む量より多分見たり書いたりする方とか演じる方が多くて、で声に出して読むっていう意味では読んでたんですけど、その役者の経験がなかったら多分今作家としてはできなかったと思います。もともとってことは、貯蔵しなくてもいいってことはもう感性の塊だったってことですよ ね、そうだけではないわ。経験によってね、必要な分のもかいつまむっていうのが重要だっていうのことを理解しているの。なんかもう美人さんが出てきましたね。すごい勉強になりましたよ。何がですか。そういうことなんですね。でもそうか、かいつまんでね、いろんな経験をね。本当にちゃんと最初から勉強してる人にはできない方法でどうやって持っていくのかっていうのを考えたりとかはしてるんですけど、まだペーペーなのにいろいろ勉強させていただきながら書かせていただいてるんですね。すごいお客さん見ちゃいますね、これね。来てくださってますからね。ピコさんもね、優しさが。実はね、あずさんもですね、はいはいはい、ピコさんの漫画家好きということで。そうなんです。ありがとうございます。嬉しい。そう、なんかもうモバイルの時からずっと、あ、これはと思って、心から感謝いたします。本当にありがとうございます。で、実はですね、はい、ピコさんが脚本をされた本が書籍化したってことで、はい、今日は持ってきちゃいました。ありがとうございます。読んでました。転落令状氷の貴公子を拾うだ。嬉しい。嬉しい、本当に。ありがとうございます。あずくん、これ読んでどうでした。もうなんか入りがすごくって、はい、なんか、あ、まず、ここで出会ってこういう展開っていう、なんかもうね、言っちゃっていいのかっていう、なんか中身言いたいんだけど、でも読んでほしいから今は言えない。本当読んでほしい。すっごい楽しい。読んだら次の巻欲しくなりますよ。絶対絶対欲しくなる。これ1巻ってことも2巻皆さん、はい、買ってくださったらきっと2巻も出ます。2巻を出すぞ。出すぞ。テンション上がる。ね、2巻頑張って出したいなと思ってて、原作のめめこ先生の人の優しさを描く力が素晴らしくて、それが主人公の魅力だなと思って書かせていただいてたので、漫画で皆さんのお手元に届いたの嬉しいです。本当ありがとうございます。で、今日ですね、はい、なんとピコさんにですね、はい、こちらの転落令状氷の貴公子を拾うの、はい、PR を直接していただくことになりました。ありがとうございます。すごい。読みます。この後ね、ピコさんの PR 紹介コーナーに行きたいと思います。はい。小説家になろうで発表されためめこ先生原作の小説コミカライズ版、転落令状氷の貴公子を拾う。原作めめこ先生、漫画中丸光先生、脚本斉藤貴彦。恋に魔法に国同士の陰謀に、逆境の中でもまっすぐな転落令状アリシアと氷の貴公子リュカードの物語。漫画アプリコミコでの縦カラー版先行配信、各種漫画配信アプリでの白黒版カラー版配信、ラジオドラマ化、2度の朗読劇上演を経て、2023年7月20日に単行本が実業の日本社さんから発売。ネットや書店、アニメートなどで販売しております。ぜひお手に取っていただけたら嬉しいです。その他、斉藤貴彦脚本担当漫画アイドルと恋人契約しました漫画川西萌先生、
悪役令嬢のまま母は荷が重いので全力で幸せルートを目指します。原作まちばり先生、漫画獅子賀羽鳥先生の2作品も配信中ですので、ぜひチェックお願いいたします。ありがとうございます。めっちゃ神まみたずっと緊張してるっておっしゃってたんですけど、でもそんなことないようにね。めっちゃ緊張してますよ。だって水忘れるぐらいですもん。あ、確かにじゃあですね、このね、純喫茶ソワールに入る前にちょっと CM というかね、バテン挟みます。ラジオドラマ純喫茶ソワール、ソワールに訪れたお客様と一緒にラジオドラマをお届けするコーナーです。はい、引き続きピコさんと一緒にこのコーナーやってまいります。よろしくお願いします。久しぶりのね、役者ということで、はい、久しぶりです。はい、意気込みを一言いただけますか。はい、こんな生でね、収録でいろんな人に見てもらえるってすごい幸せなことだなと思いつつ、めちゃくちゃド緊張しています。お手柔らかにお願いします。こちらこそお願いします。はい、じゃあ早速ですね、キャスト紹介の方に移っていこうかなと思います。はい、私椿はですね、ソワールの店長兼お給仕係、時々暴走する看板娘の椿を演じます。はい、私あずさはソワールのボーイ&会計係、椿の幼馴染でしっかり者、お料理が得意のあずさ役です。お願いします。はい、私はですね、ソワールのお給仕係、片言で喋るが純日本人らしい、変なアイテムを収集する癖があるのミーコ役です。お願いします。はい、私は、ソワールのオーナーでめったにマスクを外さない謎が多い人物のアキラを演じます。よろしくお願いします。私ピコは、ソワールへ初めてやってきた不思議な雰囲気を持つ怪しいおばあちゃん、老婆役を演じさせていただきます。はい、それでは朗読喫茶純喫茶ソワール8月の物語お届けします。夏の怪人。本当にご迷惑をおかけしました。今日からまた会計とボーイを精一杯頑張ります。気にしすぎだって。誰だって風邪くらい引くもんだよ。とにかくアズくんが元気になってよかった。ありがとうございます。ところでミーコさんも椿もまだ看板出してるのかな。もう開店時間だっていうのに。ん？二人とも一体誰と喋ってるんだ。よく見えないや。お客様、1名様ご案内ね。お客さんにメニューの紹介でもしてたのかな。お客様だったのか。さっきは誰もいないところに二人が話してるように見えたんだけど、病み上がりだから視力落ちちゃったのかな。さあさあおばあちゃま、夕焼けが見える一番いい席に座ってほしいね。おいしいレモンウォーターもどうぞ。ありがとう、かわいいお嬢さん方。まあ思った通り、中も素敵なお店だわ。若い頃思い出す懐かしい作り。当喫茶店ソワールは日曜日の夕方に開店するレトロで懐かしい純喫茶です。昔ながらの喫茶店メニューの他に、当店のオーナーが開発した季節のオリジナルメニューでお客様に特別な時間をお届けします。なるほど、特別な時間をね。それはこの年寄りにも届けてもらえるものなのかしら。もちろんです。とも
ソワールはどんなお客様にも喜んでもらえる純喫茶を目指していますから。そう、じゃあ私もこの夏の終わりに特別な時間をいただいていくとしましょう。この季節のオリジナルメニューをお願いします。かしこまりました。オーナー、アズくん、8月の特別メニュー注文入ったよ。あ、わかりました。ところで、あのご婦人、さっき外で話してた人ですよね。そうよ、ここら辺で見たことない感じの不思議なおばあちゃまね。散歩してたらうちの店を見つけて気になったみたいで向こうから話しかけてきたよ。なるほどね。料理ができたら俺が持ってくから店長のそばにいてやってくれ。分かったね。ところでお嬢ちゃん、今時珍しいね、このルーレット占い機。昭和の頃はあちこちのパーラーや喫茶店に置いてあったものだわ。でもこの占い機は普通のものとちょっと違うようだわね。普通じゃない力を感じるわ。すごい、そういうのわかるんですか。このルーレットおみくじはお給仕のみーこちゃんがチャイナタウンで仕入れてきたとっても不思議なアイテムなんです。お料理が出来上がるまでの間、おみくじを引いてみませんか。もしかしたら悩み事や心配事がいい方向に向かうかもしれません。悩み事や心配事幸い私は属性の困り事には縁がないのよ。強いて言えば、夏が年々退屈になってることが悩みかしらね。夏が退屈ってのはなんとなくわかるね。ここ数年大きいお祭りもできなかったし、子供の頃は毎日のようにやってた夏休みの怪談番組もあんまり見なくなったね。みーこちゃん、ちっちゃい頃からそんな怖いの見てたの？子供には刺激強すぎない？子供は好奇心旺盛よ。刺激と謎がてんこ盛りの怪談が大好物ね。お嬢ちゃん、その刺激的な怖い話、今でも好きだっていうのなら、素敵な純喫茶を教えてくれたお礼に、この町で噂になっている夏の怪人のお話をしてあげましょうか。な、夏の怪人、なんだか怖そう。私、怖い話苦手なんだよね。私はそういうの大好きよ。ぜひ聞かせてほしいね。この町で噂になってることならなおさらよ。憩いの場である喫茶店のお給仕係として情報収集も大事なお仕事でしょ、店長。それはそうだけど。怖いのなら余計に耳に入れておいた方がいいかもしれないわね。もし出会ってしまったら、知らず知らずのうちに夏の世界の向こう側に連れ去られちゃうかもしれないからね。夏の向こう側？夏の怪人ってそんなことするの？もし出会ってしまった時はどうしたらいいんだろう。対処法があれば教えてほしいな。そもそも夏の怪人って何者ね。異世界みたいなところに連れて行くなら正体は人間じゃないのか。怪人の正体は地獄の亡者なのよ。8月は地獄の窯が開くと言われているでしょう。怪人は奇妙な老婆の姿で、何も知らない無邪気な子供たちに近づいて声をかけるのだそうよ。そうして一言でも言葉を交わしてしまえば、もう逃げられない。怪人は標的の肉親や友人にだって姿を変えられるし、どんな密室にも入り込めるんだから。言葉を交わすと標的にされちゃうのか。恐ろしいね。でも狙われるのは何も知らない無邪気な子供でしょ。私たちはもう立派な大人だから、さらわれる心配はないわよ。甘いね、お嬢ちゃん。怪人は何も子供ばかりをつけ狙うわけじゃないのよ。人ならざる者にはその人間がどんな心を持っているのか手に取るようにわかるんだから。大人になっても無邪気で素直な心を持った美味しそうな人間は存在する。地獄は三毒、簡単に言えば強欲と嫉妬や憎しみ、愚痴なんかに侵された亡者ばかりだからね。怪人は
地獄に落ちることのない綺麗な心を持った人間が大好きなのさ。特にお嬢ちゃんたちみたいに光り輝く魂を持った人間が。怖すぎる。ミコちゃんどうしよう。怪人に目をつけられたら私たち地獄に連れ去られちゃうよ。ソワールのお給仕もできなくなっちゃう。落ち着くね店長。私たちまだ怪人に遭遇してないよ。これから誰かに話しかけられた時に気をつければ…ん？ちょっと待てよ。そういえばこのおばあちゃまも私たちに話しかけてきたね。この辺で見たことないし、わあ、よく考えたらこの占い師みたいないでたちも気になるね。どうかした？お顔が真っ青じゃない。怪人はね、そうやって人間たちが怖がってる顔を見るのが大好きなんですってよ。そんな顔していると今に地獄の扉が開いて。お待たせしました。夏の8月特別メニューでございます。オーナー。あら残念。面白いところだったのに。まあいいわ。8月のメニューっていうのは何なのかしら。今月のメニューはタチウオとタコのバタームニエルとトマトとミョウガを使ったツナマリネのセットね。8月の野菜と魚をふんだんに使ってるよ。もうお魚？私お魚が大好きなのよ。怖い噂話は食事の後にとっておいて。いただきます。おいしいわ。とってもデリシャス。しぼ？タコの歯ごたえとタチウオの上品なうまみがたまらない。隠し味はレモンとニンニクね。耳が生えた。ツナのマリネも最高。野菜と魚の風味が互いにうまく調和してるにゃん。ムニエルとマリネなんて洋風の名前はついてるけれど、食材本来の味を上手に引き出す丁寧な仕事ぶりはまさしく、わこれぞ日本の夏さにゃん。あおばあさんが猫耳の若い女の子に変わった。どうなってるの？ おばあちゃまマジシャンだったのか、それとも急に若返る補佐か。うるさいにゃ。お嬢ちゃんたちはさっきから何を騒いでるにゃ。おばあちゃんはまだ食事中だから、怖い話の続きはもうちょっと待つにゃ。あれ声がちょっと高くなっちゃったかにゃ。お客様失礼ですが、変化の術が解けてしまってるようですよ。はいやー、しまった。美味しくてついつい気が抜けたにゃ。まさかお前わっちの正体を暴くためにわざと美味しいものを食べさせたのか。めっそうもない。うちは人間だろうが妖怪だろうが、ご来店いただいたお客様には誠心誠意の接客をしております。お客様に特別な時間をお届けするのが我々の仕事ですから。ほほう、この喫茶店は人じゃなくても気兼ねなく出入りできるってことなのかにゃ。もちろんですとも。ちょっとびっくりしちゃったけど、常連さんの中にも猫さんがいますし。そうか、そんなら来年も盆踊りの季節になったら寄らせてもらうにゃ。本当は退屈しのぎにお嬢ちゃんたちを散々怖がらせて土産として化け物の世界に連れて帰ろうと思ってたんやけど、この計画は取り消すにゃ。人間の世界でもわっちら妖怪が安心して入店できる喫茶店の店員さんというのは大変貴重な存在だからにゃ。さらわずに自然保護が一番にゃ。恐ろしいことさらっと言うね。一歩間違ったら私らさらわれてた。危ないとこだったよ。さてと、腹ごしらえもしたし、料金と一緒にこいつを置いていくから店の明かりにでも使ってくれにゃ。来年もこれを目印に訪ねてくるからにゃ。そんじゃ、まったにゃー。ありがとうございました。すごい速さでどこかに消えちゃった。オーナー、化け猫のお姉さんが置いてったこれ何かな。
こりゃ珍しい。宝月のランプだ。せっかくだから入り口の照明に使わせてもらおうか。めちゃくちゃ可愛いランプね。ソワールの雰囲気にはぴったりよ。それにしてもこの店変わったお客さん多くて飽きないよ。今回はちょっとドキドキしたけど。本当にそうよね。だけどこんな経験ができるのもソワールだからだね、きっと。オーナー、今はまだ夕方の開店が精一杯だけど、私店長としてこのお店がもっと明るい時間に開店できるよう頑張ります。頑張りすぎなくてもいいよ。君らさえいてくれればソワールはもう二度と暗闇に戻ることなんかないんだから。それに俺は夕方のこの時間が気に入ってるしね。オーナー、だけど私たちはこのお店を闇の世界から。おい、誰か新しいメニューの試食してくれるかな。できれば今夜から出したいんだ。はい、私食べるね。いらっしゃいませ。ここは純喫茶ソワール。日曜日の夕方に開店する不思議なレトロカフェです。あなた様も大正ロマン香る店内で優雅な時間を過ごしてみませんか。私たちソワール従業員が心を込めて素敵な夕方時間をお届けいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ございます。いやー、もうね、ピコさんのこの変化びっくりしました、うん、どうでした皆さん、ね、びっくりですよね。ありがとうございます。本当に達者ですね、やっぱりね。ちょっとね、声が安定しないのが売りなんで。いやいや、安定してましたよ。ありがとうございます、本当に嬉しい。なんか老婆の時はもうめちゃめちゃ怖くて、うん、あれなのに女の子になった途端ににゃんの可愛いんですよ。ピコさんといえば猫みたいなね。この年になってまた猫をやらせていただくと思わなかったです、うん、初めてうちに出てくれた時も猫ちゃん、猫娘の役をやらせてもらってね。可愛かった。豆腐こそでしたね、あきらさん。豆腐こそだった、豆腐こその役を。はい、めちゃくちゃなまってましたけどね。そうなんですね。そうなんです。ね、今日はご一緒できて嬉しかったんですけど。私も嬉しかったです。ピコさん、今日はラジオどうでしたか。いや、めちゃくちゃ緊張してちょっと噛んじゃったりとかしたんですけど、うん、とても楽しく収録させてもらえて、あの、こんなに見てもらってね、本当ありがとうございます。あの、ありがとうございます。ね、またね、最後にちょっとピコさんの、はい、なんか脚本とかやられてるってことなんですけど、うん、どこから情報をゲットして書いてもらいたいなとか、ピコさんの本とか読めたりするのかなっていうのも教えてほしいんですよ。ありがとうございます。X（旧ツイッター）にて、私の差別の差に異性の意に等しいでサイト、高彦、子供の子で高彦っていう名前、すごい独特な名前なので調べると出てくるんですけれども、そこからあの私ノートというあの SNS をやっておりまして、そこに、過去の情報だったりとか連絡先、そして短編の小説なども載ってますので、よろしければ読んでいただけたら嬉しいです。すごい、ぜひぜひお願いします。ぜひぜひ。本当に短編の小説もとっても素敵なので、私はね、寝る前に読んだりとかしたりしてるんですけど、なので気になる方はぜひぜひ斉藤貴彦さん、ピコさんをね、チェックしてみてください。お願いします。はい、ということで本日はご来店いただきありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。斉藤貴彦さんでした。
お便り&お悩み紹介、ソワール常連喫茶室。はい、こちらのコーナーではですね、 X 旧 Twitter の DM に届いたあなた様のお便りをご紹介するコーナーでございます。今月も喫茶店のエピソードやお客様のお悩みなどを常連客のシミーくんとタマが解決します。自己紹介お願いします。はい、シミーくんです。今日もどうぞよろしくお願いします。元気いっぱい。元気いっぱいですね。あたちタマよ、よろしくね。よろしくね、タマちゃん。お願いします。ちょ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 、タマちゃん取れちゃったわ。なな、前が取れちゃいました。元気ですね、元気です。なんと、うん、それよりもアキラオーナー、うん、ちょっとちょっと待ってください、この流れてる曲は。あ、さすがですね、ちみ先生、うん、はい、さすがに気づくわよね。いい曲ね。なんて曲なの、うん、はいはい、本日からこのコーナーの BGM を担当してくれるのは千葉県千葉市千葉中央駅前にあるレンタルカフェ KK デュオのオーナー国部さんが作曲した曲になっています。うんうん、今日ご紹介する曲はオレンジ色の小道です。なんとリズムカルな、こうワクワクウキウキドキドキしちゃうような曲ですね。いいわね。夏にぴったりの曲になってるかな。うん、そうですね、夏のこの夕方にもね、ぴったり元気与えてくれるような曲なんですけれども、はい、KK デュオでは作曲チャレンジも、チャレンジ講座やってるらしいんですよ、なんと。なんでですね、ソワールの X、旧 Twitter ですね、を見ていただいて KK デュオホームページへ問い合わせていただけたらなと思っております。なのでね、今日からもう今月から素敵な楽曲に合わせて今月のお便りを紹介させていただいてもよろしいでしょうか。ワクワクドキドキ嬉しいです。はい、ちゃんとね、先生方来てますよ、お悩みが。なんと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 、嬉しいです。ありがとうございます、ありがとうございます。ありがとう、助かるわ、私たちね、来ないと。助かるんですよ、皆さんね、出番がね。はい、というわけで深刻だわ。深刻です、悩みが欲しいです。ラジオネーム中央分離帯さんから届いております。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今回は夏の悩みを募集されているとのこと。うん、自分は子供の頃からものすごい汗かきで、少し動くだけで滝のように流れ落ちます。かっこ上がり症も加わるとさらにひどくなりますと。体質は諦めるとして、何か良い対策はありますでしょうか、というね、切実なお悩みが届いてるんですけど、先生方どうでしょう。市民様上がり症なんです。気分がウキウキドキドキワクワクです。上がっちゃいます。アップの方ですね。あの、はい、緊張じゃなくてアップの方に。あ、そうです。あ、ドキドキアドレナリンです。あ、なるほど。脳汁がドバドバね。はい、脳汁が出ちゃう。ドバドバですね。あ、ターンはどうなんですか。え、私もドバドバよ。そういう意味でね、あの、違うんですよ。中央分離帯さんは上がり症っていうのは緊張しちゃうっていうことです。あ、なんと。そうです、そうです。あ、緊張しちゃうと、もともと汗かきなのにもっと汗出ちゃうよっていう、これどうにかしたいなっていうね。ちみさんもでもドキドキワクワクでいつも脇汗ドバドバです。それは多分動いてるからですよね。あ、なんと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 、ちみさんは動かないとそんなにドバドバしないと思うんですけれども。はい、ちみさん、でも着ぐるみが熱くて結構この中。ちみさん、着ぐるみって言っていいんですか。あ、わー、言っちゃいました。どうしましょう。今のはちょっとカットしていただいてですね。はい、何もなかったですね。何もなかったですね。あの、まあ仕切り直しなんですけれども、タマはどうでしょうかね、この上がり症。上がり症なん。上がり症。上がり症ね。上がり症。今日じゃないわ。どっちよ。どっちもちよね。うん、私も実は汗かくのよ。肉球のところに猫って汗かくの知ってる？確かに。緊張するとにかくのよ。そうなんですよ。ベタベタしてますね。そうなのよ。ね、でもなんかちょっとそれどうしようもないわよね。うん。上がってる時はもうしょうがない。もう舐めるしかないわ。舐める。ひたすらペロペロしてるの。ああ、ま。中央分離帯さんは猫ではないと思うので、あなんと人間のお客様だと思うんですけれども、さすがにね、ペロペロするのはきついかなと思うんですね。そうね、デオドラントというのをなんか塗ったりするってよくチミさん聞きます。確かに、うん、汗をね、制汗剤っていうね、シューってやるやつですね。あ、そうです、そうです。を塗るとちょうどいいかもしれないかなと思うんですけれども、上がり症の汗ってのはこれはどうなんですかね、店長。あ、そうね、私も結構汗かいちゃうタイプなんですけど、
なんかもう上がり症の汗って結構もうしょうがないかなって思ってて、で夏もすごい汗かくので、うん、なんか解決になるかは分かんないんだけど、うん、私はなんか吸水速乾する下着に変えて、うん、今もそうなんだけど、それすることで汗かいちゃっても一瞬もわってなるけど、うん、あのそれが乾いた時サラサラになるので、うん、あなんか落ち着くかなと思うので、ちょっと下着を変えてみるっていうのどうかなっていう提案。すごいですね。なるほど、一番ベストな答えが出たような気がしますけれども、もしかしたら人間には人間の悩み解決、うん、あでもあはい、このソワールではですね、X 旧 Twitter の方でですね、DM でお悩みを募集しております。はい、こちらにいる、ね、先生方が切ってくださいますので、来月以降もお便り募集しております。よろしくお願いします。お願いよ。はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間ですね。はい、ただいまー。おかえり。ただいまー。あずくん、みーちゃんどこ行ってるんだ、いつもいつも。いや、いつもね、綺麗なゲストさんについてちょっとちょこちょことついていっちゃうんだけど、なるほどね、戻ってきた。だからいつもいないんだね、このね、時間ね。そうそうそう、ついついね、お尻追っかけていっちゃうんだよね。ねー、まあまあ、しょうがないそれはね、ですね。そう、じゃあエンディングのお時間なんですが、実はこの後18時より、こちらのビル1階でチェキ会がございます。従業員、ソワール従業員の集合チェキを取ってくださった方には朗読会で出てきたお食事のステッカーを先着6名様にプレゼントいたします。従業員一同心よりお待ちしております。はい、で次回の開店日は、はい、次回が9月の24日の開店です。9月の24、あ、ごめんなさい、9月の24 24ですね。はい、はい、ですね。はい、うんうんうん、ちょっとね、喉の調子がね、はい、ね、ちょっとね、いろいろね、番組の感じ、番組の感想は純喫ハッシュタグ純喫茶ソワールの掲示板をご利用ください。ツイッターにあるソワール掲示板へ本日の感想をリプライで書き込んでいただきますと、なんと9月10日22時から22時半の間のソワール休憩室というツイッター X ですね、 X 馬のスペースで、はい、スペースで感想をいくつかご紹介させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、前回もね結構盛り上がって、このラジオ番組の裏話とか、うん、みんなが今日聞いたね感想を直接読んだりとかするので、ぜひぜひ配信とラジオを連動してね、楽しんでもらえたら嬉しいななんて思ってます。よろしくお願いします。ぜひぜひ盛り上がるんでいっぱい書いてください。お願いしますにしても今日のお客様はいかがでしたか、皆様。ねえ、ちょっとドキドキしましたね。うん、ドキドキ。オーナーはね、ずっとドキドキしてました。オーナーも緊張してました。オーナーも緊張してた、うん、ずっと緊張してました。オーナーも脇汗が、いや、もう脇どころじゃないよね、うん、汗かいたらどうするの。汗かいたら拭きますよ、シャワー浴びますね、帰ってね。そう、綺麗好きだから。そうか、綺麗好きだからね、うん、そんな感じですか。はい、ね、みこちゃんも今日お話聞いてみて、脚本家さんの、ね、うん、どうでした。いや、すごいすごい、なんか私は文字が書けないから、うん、なんかその話とかそういうの書くの本当に苦手で、いや、すごいなと思いました。私なんかそのカフェアメ玉となんか純喫茶ソワールが、うん、なんかコラボしたら面白いことになるんじゃないかなって勝手に店長的ににやりと考えております。すごい、これはすごいぞ。どうでしょうか、ドキドキしちゃいます ね、 ね、ドキドキ展開をよろしくお願いします。お願いします。楽しみにしてましょうね。はい、はい、ありがとうございます。そんなソワール従業員 SNS やってます。皆様フォローよろしくお願いします。というわけで、はい、今日はですね、私、アキラと、はい、つばきと、あずさと、みこでした、はい、はい、来月の第4日曜日も夕方5時、素敵なお客様に会えるのを楽しみにしています。それでは皆様、はい、はい、いいですか、みんな、みんな、はい、ね、皆さん準備、ね、準備よろしいですか、ね、いつもね、間違えるからねそう、あのね、閉店閉じるからねそうです、開いて閉じる、はい、はい、では、いきます。それでは皆様、オールフォーワー、ありがとう、ありがとうございました。